皿洗っとけよ。うるせえ、生意気言ってんじゃねえ。いらっしゃい。取り込み中？なんでもねえよ。先日地下鉄で起きた列車暴走事故は未だに原因が解明されておらず、多発している精神暴走の関与と合わせ警察は事件の究明を急いでいます。ああ、今話題になってるやつ？これ気になりません？普通に暮らしていた人がある日急に乱心したり錯乱状態に、それも立て続けに。偶然かしら？ふん、それはいいとして、ご注文は？ブレンドください。アルバイトの人？余裕あるんですね、ここ。いや、そういうわけじゃ。あなた高校生？どこの学校？へえ、知り合いもそこに通ってるわ。今大変よね。鴨志田って教師、人が変わったように自分の罪を告白したんですってね。それもある日突然。人間の心理状態ってそう簡単に変わるものかしら？ふん。コーヒーまだですか？はいよ。よし、今日こそはメダルを換金だな。買い取ってくれそうなところに心当たりはあるだろう？またな。
なんで刑事なんかが来てんだ？それよりその袋、中身気になるよな。見たって減らねえよ。ちょっと開けてみようぜ。本物の銃？いや、さすがに違うか。でもリュウジの持ってたモデルガンとは別格の出来だぞ。あのミリタリーや何者だ？なあ、この銃売ってもらおうぜ。こんなすげえもの利用しない手はないだろう。これだけリアルならパレスでの効果も期待できそうだ。次に来るとき持ってこいとか言ってたよな。チャンスじゃねえか。返すときミリタリー屋に交渉してみようぜ。ありつける。ナナ、明日は何が食べられると思う？おお、和牛なら大歓迎だ。もちろん肉のランクは A5 だろうな。まあいい、楽しみにしておこうか。にゃっふふ。がアンドノの選んだ店。そりゃそうだよ、有名なホテルだよ。そういえば学校に警察が聞き込みに来るらしいよ。厄介だな。絶対俺らの名前出ちまうよ。鴨志田のことで妙な噂されてるし。けど学校のやつら盛り上がってるぜ。怪盗が本当に心盗んだってな。マジで信じちゃいねえだろうが、中には割と本気で感謝してるやつもいる。見ろよ。怪盗お願いチャンネル。怪盗よくやった、これで私も頑張れる、勇気をくれてありがとう。ちょっと嬉しくね。今まで自分のことで精一杯だったけど、こんな風に言われるとなんか不思議だよな。なあ、これからどうする？いや、そりゃ食うけど。あ、ここ時間制限あんじゃん。やっべえ、1時間だっけか。あと50分。こんなペースじゃ牛のノルマ終わんねえ。スイーツメニュー食べ尽くさなきゃ。荷物頼む。お前らの分も取ってくっから。やべ、溶ける。肉だけかよ。どれから行こうかな。こっちはケーキだけか。部屋はへぇ布団ぞ。うっさい。1個いくらだと思ってんの？今日逃したら食べらんないからね。プ
ルトンのビュッフェケーキ、噂には聞いてたけど、さすがすぎる。で、我が輩たちの分は？分かんなかったから、とりあえず豆にしといた。豆？結構変わったものあったから、いろいろ取っといたよ。バナナのフライでしょ、ピータンでしょ、それから、なんかの豆。また豆？盛りすぎてぐちゃぐちゃになったけど、多分美味しいよ。黒すぎだろう。行こうぜ、こいつらのチョイスにはセレブさが足りねえからな。頼もしいじゃねえか。そこで荷物の番でもしておとなしく待ってろ。肉汁の大洪水だぜ。ここクリームチーズなんだ。聞いちゃいねえ。さすが最高級ホテルのビュッフェだな。食材の種類もランクも半端じゃねえし、ランチで8000円取るだけのことはあるぜ。いろいろあるけど、まずは魚だな。魚料理を盛りに行くぞ。どこのテーブルかな。お、あった、魚料理。魚って刺身もいいけど、グリルもなかなか。奥様、ご覧になりました？例の鴨志田のニュース。ああ、セクハラ教師の囚人学園でしたっけね。あの話、もしかして春先の精神暴走事件。解決の目処も立ってないのに、あんな低俗な事件に時間割いてもらってもね。この国が平和ってことかしら。囚人の生徒さんはお気の毒ですけど。鴨志田の事件のこと話題になってるな。あら、やば、注目されてるぞ。料理よそってごまかせ、後で食いたいし。やだ、こんな子供が。友達連れじゃないでしょうね。騒がしいのは勘弁してほしいわ。行きましょう。子供がビュッフェ楽しんで何が悪いんだっての。他の奴らの反応も気になるな。料理予想ついでに聞いてみようぜ。よそのテーブルのとこにそれっぽい奴らいないかな。おお、肉！龍二じゃねえけど、これは外せねえ。じゃなかった。蓋を開けてみれば、元スポーツ選手の勘違いってオチだよな。おとなしく鴨志田先生をやってりゃよかったのにな。真面目に調べる案件じゃないだろう。そもそもバカバカしい話だし、下に丸振りのままでいいだろうよ。調べるって、鴨志田のこと調べてんのかな。まあ乗り気じゃねえみたいだけど。ん？やば、料理よそとけ、脂身少ないとこで。そろそろ先生着く頃だ。俺らも行かないと。おいら方集めて何の相談だ。俺らの飯より重要な案件だろうけど。身なりはきちんとしてるが、柄の悪い連中だったぜ。他の奴らの反応も気になるな。料理予想ついでに聞いてみようぜ。やっぱ米だろう。これくじゃなかった。そんなに視聴率良かったんですか？女子高生に手を出した教師のニュース、鴨志田でしたっけ。要は煽り方だよ。相手はアホな大衆だからな。低俗で刺激的な話題を分かりやすく伝えれば数字はついてくる。鴨志田のせいで自殺しようとした生徒もいるってのに。ところで、急な心変わりって本当ですか？それは、やば、料理よそとけ、おこげ忘れんなよ。
急な心変わりなんですよね。本人が罪を告ったって。どうだったかな。悪いけど時間だ、行かないと。会議が終わったらまた連絡するよ。急な心変わりか。ま、他の奴らの反応も気になるな。料理予想ついでに聞いてみようぜ。他の奴らの反応も気になる。近くでじゃなかった。どうねーの。うちで。どうせ。いるは本に。あ。いやこいぷく。どうかしました。ああ。行こうか。よその反応か。ま、大人れ料理。あ、料理持ってきたみたいだな。どういう高級料理とご対面した感想は。俺もそう思ってたけどさ、食ってみ。料理ってよ、素材で味違うし。偉そうに言いやがって。つかんもな、食いすぎじゃね。次いつ来れるかわかんねえし。てか持ってきすぎだよ。残したら行儀悪いし。リュウジ手伝ってあげれば。みんなで食えばよくね。私もう無理。力になれなくてすっごく残念。キキめっちゃ食ってんじゃん。こうなったら一気に片付けるぞ。まだあんのかよ。諦めんな、行くぞ。くった。おうよ、俺たちみんなの勝利だ。お前の胃袋はパレスかよ。みんなお疲れ様。最後に口直ししたら？おすすめは季節のタルトかな。グレープフルーツが甘酸っぱくてもう最高。やめろ、酸っぱい話とか。ダメだ、俺トイレ。我が輩も頼む、そっと運んでくれ。ちょっと見て、あのテーブル。多めに見てあげようじゃないか。普段ろくなものを食べてないんだろう、きっと。親御さんの顔が見てみたいわ。だと。それどころじゃねえ。行くぞ。まだ腹が突っ張ってる。レストランの階のトイレ清掃中でマジ焦った。吐くまで食うって豪語して本当に吐くとかバカなのか。お前もだろうが。レストラン何階だっけ。上がってきたから下の階だろ。はあ？事件のことまだつかめんのか。は、はあ、あのなぜそこまでご執心で。正直気にされるほどのことでは。貴様の意見などいい。急げと言ったら急げ、この無能が。普通に割り込みだろ。何か。急いでいる。急いでたら割り込みありかよ。しばらく来ない間に客層が変わったな。託児サービスでも始めたか。あ？先生、お時間が。分かってる。構うな。なんだ
あの偉そうなの。下に戻るんだろ。戻るけどよ、ムカつくやつだぜ。てめえ以外素で見下してやがる。いちいち腹立ってんなって。許せねえんだよああいうクソな大人は。どうした、大丈夫か。気になんだろ。日頃ろくなもん食ってないからだろ。我が輩も猫缶ばっかだし。何が先生だっての。くそ。遅い。なんで切れてんだよ。ごめん、さっきおばさんとちょっとね。ぶつかってきたの向こうなのにさ、皿を落として割ったの私のせいにされちゃって。クソすぎんだろ。うん、大丈夫。でもさ、お店の人が私を見てああみたいな顔してたのがさ、私らやっぱ場違いだったのかな。なあモルガナ。なんだ。パレスって誰でもあるんだよな。歪んだ強い欲望を持ったやつならな。お宝取れば改心するってのもか。そうなるな。どうしたの急に。さっき俺らも会ったんだ。身勝手で人のこと見下してくるクソな大人。俺らならそんなやつらを改心させちまうんじゃねえかと思ってよ。回答続けるってこと。考えてたんだ。せっかく俺らが鴨志田のやつ改心させたのに、心の回答のことをまだ全然信じられてね。それによ我慢してるしかなかったやつらが感謝してくれてんだぜ俺らにさ。私だって思うよ。困ってる人を見過ごしたら前の自分に戻っちゃう。まあ確かに。我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この怪盗団でできないことはない。俺たち怪盗団なら助けてやれんじゃねえか。またシャドウと戦うんだよね。ああそれは避けられん。まあいけんじゃねなあ。これでようやく我が輩たち駆け出しだが怪盗団になれるってことだな。駆け出しか。なんかうちらっぽいね。おっしゃ決まりだな。クソな大人どもあっと言わして俺らのこと世の中に知らしめてやろうぜ。リーダーって君でいいよね。異議なし。俺そういう責任感いるの苦手。我が輩を差し置いてってのはあるが、アンドロの推薦だし許可してやる。そしたらさ、怪盗団の名前とか決めちゃう。前はなんとなく心の怪盗団だったけど、予告状に名前入れたらかっこよくね。はいはい、だったら可愛くてゴージャスなやつ。ねピンクダイヤモンズとかどう。なんか草野球感がすげえな。じゃあ我が輩の案だな。アマダイのポワレ、シャンピニオンソースとかは。アマ…なんだって。さっき食ったやつだ。メモリアルだろう。アホか。
もうお前決めてくれ。割といいんじゃない？ルーキーの提案にしては上出来だな。名前はこれでいいんだな。割といいんじゃない？ルーキーの提案にしては上。名前はこれでいいんだな。名前はそれでいいとして、ターゲットは誰にすんの？クソ大人なんて嫌ってほど嫌がるからな。あえて大物だけ狙うってのはどうよ。まあそんなとこだ。大物ならニュースになんだろう。そしたら俺たちを信じる奴ら今よりずっと増える気がしねえか。龍二にしては面白い意見だ。確かに私たちのことがもっと広まればたくさんの人たちに勇気をあげれるかもしれない。でも適当に誰彼構わずはなんか嫌じゃない？なら全員が乗れるやつに絞ろうぜ。全会一致で決めた大物か。いいね、全会一致、掟っぽい。怪盗団の結成だぜ。大変、食べ放題の時間終わっちゃった。話の続きは明日にすっか。人の歪んだ認知が形になった異世界、そこから宝を盗めば心が変わる。しかも教えてくれたのが喋る猫だっていうの。率直に言って世迷事ね。聞くに値する話とは到底思えないけど、デタラメにしては鴨志田の自供と符合しているところがある。君を逮捕した警察官たちの証言ともね。まあいいわ。それより重大な話が出たわね。喋る猫とやらの他に登場した二人の仲間、話の流れから言って同じ囚人学園の生徒よね。カモン、ふざけないで。そう、まあいいわ。話を進めましょう。追及すべき事件はまだまだある。嘘や作り話はいずれ必ずボロが出るわよ。次に予告状が出されたのはこの人物、日本画の大家マダラメ一流斎。この男が狙われたのは鴨志田以上に不可解だわ。まずどこで知り合ったの？直接被害に遭ってもいないのにどうやって悪事を知ったの？君たちが何を企てたのか、そこから話して。
なるほど。あのさ、お疲れ。